レナ、ミオ、ユズ、ケバちゃん。本日の企画、タコパをしながら今後の企画会議をしよう。イエーイ。というのもね、あの、はい、新メンバーのゆずかちゃんがですね、はい、大阪出身ということで、そうですね、ゆずか流たこ焼きを、はい、みんなで作って、はい、YouTube の企画考えちゃおうかなと思っております。はい、イエーイ。ゆずかちゃん、たこ焼きへの意気込みをどうぞ。大阪出身なので大阪代表として頑張ります。イエーイ。作れるかな。作れるよ、ゆずかなら。やばい、ゆずかに。ということで、それでは早速ですがやっていきましょう。はい、レッツかけごっこ。てばちゃん、じゃあ作っていきましょうか。はい、はい、じゃあまずは担当を分けましょうかね。うん、はい、そうですね。じゃあ生地担当と、うん、チョキチョキ担当、うん、とあと何かあります？味付け。味付け。流して。味付け。やっぱ一番大事だからね、味が。うん、確かに。ゆずかだけにちょっと任せてられないから。私も先輩として一肌脱がないと。あ、そうですけどね。ちょっとね。じゃあ、どうやって決めていくか。じゃんけんで決めていきます？じゃんけん、グッパー。じゃんけんで、うん、勝った人から選んでいこうか。うん、そうだね。じゃんけんの温度を最初がじゃんけんはい。おー、 あら、お、せーの、最初がじゃんけんぽい。おー、 うわ、最初がじゃんけんぽい。どうしようかな。じゃあやっぱり味付け担当。いや、嘘です。あれしようかな、混ぜ混ぜしようかな。あ、混ぜ混ぜ、混ぜ混ぜ担当で、ね、え、あと何が残ってる？チョキチョキと、もう一人混ぜ混ぜと、見守り。あ、見守り。はい、私、見守り担当。待って、そうね、ずるくない？じゃあアシスタントしてもらいます、ちゃんと。じゃあね、そう、全部のやつにアシスタント、全部のやつにアシスタントはちょっと厳しい。まあ、一応アシスタント。そうそうそう、じゃあ見守り兼アシスタントで。じゃあ、レッツも混ぜ混ぜしようかな。あ、じゃあ一緒に、うん、ちょっと包丁が怖いので。ちょっと怖いね、うん、じゃあ、切ります。はい、お、てばちゃん、たこ焼きといえば大阪じゃないですか。うん、そうですね、うん、大阪帰ってる？え、結構帰ってます。お、そうなんだ。はい、なんか、うん、めちゃくちゃ2ヶ月に1回とか2、3ヶ月に1回とか結構帰ってますね。なんか住んでた時はあんまり食べなかったんですけど、やっぱ離れると、大阪帰るとたこ焼き食べようかなっていう気になります。おー、え、たこ焼きはさ、カリカリ派？ベチョベチョ派？あ、でもトロトロ？あ、トロトロです。え、ちなみにどこのがいいとかあるの？え、わなか。あー、やっぱわなかなんだ。の塩がいいです。塩なんだ。ソースじゃないんだね。はい、塩が美味しいです。いいの、いっぱい水入れます。でかいかな。ストップ。バッチリバッチリバッチリ。順調、混ぜ混ぜチーム順調。ナナは何よ。ナナ、あ、ナナ、ナナ見つめてる、ちゃんと見つめてる。え、怖い。危な、今危なかったな。危なかったな。危なかったな。なんか妹がさ、あ、包丁をさ、使ってるのを見てる姉の気分になる。怖いよね、なんかさ、人がさ、やってる。確かに怖いよね。はい、なんか包丁、自炊しないんで包丁使うことないですね。なのに切る係になってしまって。タコに集中して。やっぱ自炊しないんだね。はい、しないです。全く。普段ご飯作る人。ストップ。あ、いないですね。作るよ。ナナちゃんさ、たまにさ、乗せてるよね、なんか。うんうん、ご飯作っ、お菓子作ってなかった。お菓子はね、そう、作る。なんちゃん得意料理は何なの？得意料理、
鍋。鍋だけ入れるだけだから具材切って。ああ。でも昨日は親子丼作ったよ。え、めっちゃいいですよ。親子丼食べて。じゃあ卵入れてきます。入れます。うわ、私これさ、両手で。あ、見たいですね。見たい。え、大丈夫。見たいね。無理。できるの？じゃあ片手で。なんかさ、卵同士でさ、コンってしてさ、こうやってやるやつじゃないの？え、卵同士でさ、コンってしてさ、こうやってやるよね。こうなっちゃう。あ、そう。ちょっと食材を無駄にするのが怖いのでこれ片手ででも割れるの？え、割れるの？でも私卵割るのプロだからね。いけー、怖い。あ、怖い。ちょっと怖いかも。あ、腹入っちゃうかもしれない。綺麗に割れました。割れました。もう一個入れた。こうどこに入れるの？ここ？そうですね、そこに。まあ、2個です。いい感じ、いい感じ。あ、タコもなんかいい感じだよ、すごい。うん、結構大きいかもです。大きめね、大きめ、うん、でも大きい方がね、美味しいよね。美味しい、なんかタコ感あった方が好き。弾力弾力、うん、混ぜ混ぜの歌じゃない、混ぜ混ぜの歌。混ぜ混ぜ、BGM 担当。BGM 担当。混ぜ混ぜの歌。混ぜ混ぜの歌お願いします。混ぜ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 。てばちゃん、今日の、あ、そうだ、本題、あ、企画を考えないと。 YouTube 何やりたいかでしょ。はい、はい、うん、大食い、大食い、やりたい。大食いで言うと私 ASMR やりたい。あ、いいですね。もっぱん、もっぱんやりたいです。めっちゃやりたくない？めっちゃいいです。何、何食べたいの？でも韓国料理とか。あ、いいですね。なんか韓国の人がさ、なんかさ、並べてさ、なんか、なんかさ、フルーツとなんか、うん、しょっぱいものと甘いものを交互に置いて食べるっていうのめっちゃ流れてくる、うん、TikTok とかで。それやりたい。え、それのこと？え、いや、なんか何でもいいんですけど、うん、なんかいっぱい食べたくて、うん、食べるの好きなのでいっぱい、とにかくね食べたくて、なんか例えば、うん、あのマクドの新作とかそういうのでもいいです。あ、確かに。全種類、全種類食べてみたみたいな。あ、そうです、やりたいとか、うん、ゴミ箱をこちらに。あ、あの、こちらに、すいません。あと、めっちゃやりたいな。なんかワンコそばやりたい。あ、楽しそう。あ、やってみたいね。だんだんだん、じゃんじゃん。なんかいけそう。なんだろう、でも平均がさ、なんだっけ、女性は30。え、あ、そうなのじゃなかったっけ。あ、少ないんだ。40。え、30は絶対いけると思うんですよね。でも確かその辺の、あ、50かな、あ、60、あれ、いや60ぐらいいってないと思う、でも半分ぐらいだった気がする。なんか100ぐらい食べたらもうすごいよね、確かね。そうそうそう、100はもうね、うん、ほんとすごいらしい。だからやってみたい。わんこそばいいね。やりたいですね。わんこ担々麺とかそばじゃないやつがいい。あー、なるほどね。わんこうどん、あ、いいですね。お腹止まりそう。そうそう、確かに。確かに。でもうどん紹介いいから。あ、そっか、うんうん、いくらでも。で、一番多く食べれた人が、うん、なんか症状。あ、症状これ。症状。いっぱい食べましたねっていう。金メダル、金メダルもらえる。あと何やりたい。でももうすぐ夏だから、うん、なんかかき氷食べたいじゃん。うん、食べたいですね。なんかかき氷のシロップってさ、うん、はい、実は全部同じ味って聞いたことない？あります、あります、あります。そうだから、でも私それ絶対違うと思うの、うん、だから、うん、そのかき氷食べついでに、うん、本当に味が一緒なのか確認したい。確かに、やりたいかも、うん、それ確かに。かき氷も食べれるしね。でもそれさ、比べるってなったらめちゃくちゃ食べなきゃ、うん、頭キーンってしそう。でもね、今回タコパだけどさ、なんか、うん、かき氷パーティーで楽しいかなみたいな。あー、やりたい。夏っぽいし ね、 いいですね。そう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 、うわ、夏だから流しそうめんもしたい。おー、いいね。やりたくない？超巨大流しそうめん。いい、作るところから始めなきゃ。竹取ってきたい。
本格的かやりたい。え、普段 YouTube 見るのみんな？見ます。お、私はかまいたちさんの YouTube めっちゃ見ます。うん、見るんだ。はい、お笑いね。でもね、あのジャルジャルと、うん、あのレインボーめっちゃ見る。うん、面白いですよね。なんか一時期見させられた面白いよって言ってなんかめっちゃ見させられた。面白い。でも面白かった。確かに。いや、やっぱクオリティ違うよね、うん、マジで。めっちゃ面白いですよね。え、 YouTuber とかは好きなのいないの？あんまり見ないんですよ。え、いるいる。え、なになに？え、ちょっと最近大丈夫？大丈夫大丈夫です大丈夫です。え、名前言っていいの？大丈夫え、私はクレイジーマグネットさんと、あー、クレマグだ。フレミンゴ、フラミンゴさん、平成フラミンゴさんと、うん、あと、あかりんさん、吉田あかりん。あかりんモテチャンネル？あ、そうそうそう、見てる、いつも。あ、そうなんだ。そう、一番好きなのはヘイフラさん。え、面白いよね、本当に。そう、めっちゃ面白い、めっちゃ好き。うちらもシンクロしたいね。シンクロしたい。シンクロしたい。てばちゃん。さあ、生地も出来上がったので、はい、はい、じゃあ今から焼いていこうと思うんですけど、今日はタコももちろんあるんだけどね、はい、タコ以外もいっぱい買ってきたので、そう、はい、二人で買い出ししてきたので、よかったら紹介してください。お願いします。はい、まず、ウインナー、キムチと、サラミ。サラミ。と、エビ、イカ、ミックス。あと、これ？これなんだ？イカの塩辛。はい、イカの塩辛。うんと、あ、ベビースターラーメン。うわ、めっちゃ絶対美味しい。おかしい。どれが一番好きそう？でもキムチも美味しそうだし、うんうんうん、ベビースターも絶対美味しいですよね。あの具材がちょっと、あの生地のね、具材がちょっとあまりにもなんか大きい。確かに。お肉いい、ね、しかも入れすぎちゃ、入れすぎてしまったかもしれない。確かに、生地の中にキャベツ入れるの新しいですね。ね、知らなかったよね。あれ、うちのお家はキャベツ入れてるよ。あ、そうなんですね、うん、初めてです。あれ、ゆずか流は入れてる。じゃあこれはもうゆずかのたこ焼き、たこ焼きではないかもしれない。レナ流とか。レナ流。あれ、じゃあタコをまずは、そうですね、入れていただきまして、ギャンギャン入れたね。でかい、タコもでかい。うわ、ひっくり返すの絶対楽しい。やっぱでもそれゆずかのやつ、秘伝のが見たいよ。確かに大阪で秘伝のが見たい。うまいもんね、見たい。まあ大阪代表なんで強いもので。確かに。え、でかいな、タコ絶対、うん、どれぐらいでさ、ひっくり返すのがポイントなの？なんか雰囲気です。あ、雰囲気。やっぱ大阪の直感があるんだと思う。なるほどね。雰囲気で。ゆずかにはわかるんだ。うん、はい。焼きとシンパシー。うん、通じ合ってるって。通じ合ってます。なるほどね。焼けてきてる。うわー、すごーい。すごい。あ、ちょっと早いかもですけど、まあ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 。ゆずかちゃんはあれ2本でくるってしないタイプ？あ、確かに1本ですね。ね、大阪流。はい、大阪流かは私に聞かないで。ああ、そっか。ゆずか流。ゆずか流。確かに、うちの家はみんな一本回してる気がします。てばちゃん、なんかすごい弾力ありますね、生地。生地作ったのが天才だった。弾力いいってこと？え、弾力があるっていいってこと？え、これはもし、え、違う？うん、
ずかゆずかちゃんゆずか分かってんのかゆずかちゃんゆずか次なんか言ったらこれ一本なくなるからな怖い怖い先輩だよね今投げるなナナが守ったるわねナナにもついてるから後でやっていいねミオにもついてるからねミオ耳ついてるついてるこれこれさ、ちょっとこの着ぐるみのさ経緯をちょっと文句だったんですけど確かにでも何も言わずにねこのスタイルで始まってるのおかしい確かに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 、うん、暑いし、ま、なんでこの格好かっていうと、まあ、あのもともとはそのあのねもともと着ていたお洋服に、うん、あの匂いたこ焼きの匂いがついちゃうから、うん、なんか着ぐるみを着ようってなって、はい、スタッフさんが買ってきてくれたんですよ。でなんかそのメンバーそれぞれメンバーっぽい、うん、あの着ぐるみを買ってきてくれるってことになって、うん、で結構ね、うん、ワクワク楽しみになんか可愛いの買ってきてくれるんだろうなってワクワクしてたんだけど、うん、なんかそうあの買ってきた時にスタッフの独断と偏見で買ってきましたって言って、うん、なんか一人ずつ渡されてあなんかぴったりみたいな、うん、黄色でなんかあのピカチュウ好きって言うしそう、ね、ピカチュウしキャドも好きだよ、ね、うん好きだよでナナちゃんも可愛い感じででなんかねなんか一番最後にはいゆうきちゃんって渡されたのがブリブリ剤私ブリブリ剤もんっぽいブリブリしてるあでもそれしかなかったって言ってたあそうえ、ちょいっぱいあるって言ってたそれしか目に入らなかったって言ってたもうこれは三好しかってなったのかな本当に怒ってるよ私は怒ってるよあ隠れた許せない本当にまあということでまあ今日限定かもしれないし、ね、そうだね、うん、でもお似合いですよね似合ってあ笑ったなあやばいやばいやばい締められるでもそんなこんなんで上手にねいい感じいい感じなんかめっちゃ上手くまとまってきましたね。めっちゃ美味しそう、うん、いい焼き色ついてきましたねてばちゃんえあそうそう緊張でえ、どうおーっという たこ焼き完成すごいすごいえ、でも美味しそうね、めっちゃ美味しそう、うん、めっちゃ美味しそうバッチリだね、うん、もう見た目もバッチリではでは、グラスを持ちましてあ、手を使い低く動いてお願いしますそれでは、ゆずか流たこ焼きを食べることに専念するために乾杯したいと思いますせーの乾杯イエイイエイイエイいっせーのでいただきまーすこれだねこれだねこれだねめっちゃ熱そうですねねねーちょっと取ってこい湯気出てるはいわめっちゃ湯気じゃあゆずかセレクトあ、違うこれですあ、これ前にある前の選ばれてる絶対あの焦げ目がいい感じいい感じはいこれタコはみでちゃんなんかタコでかすぎて全部収まってないんですよいただきまーすいただきまーすえ、絶対熱いよえ、いけるいける熱さいける熱さですめっちゃふわふわやね、うんうん、なんか弾力があるって言ってたの意味分かったね、うん、なんかなんか回してて弾力を感じましためっちゃもちもち、うん、めっちゃ美味しい、うん、美味しい大成功大成功ですがてばちゃんたこ焼きも堪能したところで、ねはい、本題である企画会議の方にも進んでいきたいと思います。はい。はい、みんなそれぞれ考えたよね、ちょっとね。考えました、うん。じゃあ、考えたの発表していこうかね。そうですね。いっぱい書いた？いっぱい書きました。書けた。
じゃあ先に発表したい人。はい。お。お。じゃあお願いします。はい。いっぱいあるんですけど。こちらです。じゃん。じゃん。まずみんなで学力テスト、うん、がしたいのと、うん、あとさっきも言ったんですけど大食い、うんうん、大食いしたいです。で、まあ、食べるのばっかりなんですけど、なんか浅草食べ歩き、可愛い。なんかあのちゃんと着物とかも着てやりたくて、あとこのスイーツ食べたいっていうのは、なんか私めちゃくちゃスイーツ好きなんで、なんかこう今流行ってるスイーツとかどんどん出てくると思うので、そういうのをなんか流行ってるものをこう食べてみるみたいな。あ、じゃあバズりスイーツだ。あ、そうですそうです。そういうのをいろんなところに食べに行ったりとかしたいです。で、カラオケ、なんかあのアカペラで何点以上出さないと帰れないみたいなとか、そういうなんか企画っぽいの。YouTuber っぽい。ねっぽい。じゃあいい。あと歌関連で言うと歌ってみたとか、あとこう楽器とかはなんか新しくなんか新しなんか楽器とか始めて、それその様子を YouTube でそれなんか経過をなんかなんていうんですか、観察する。そんな感じで。え、ゆずかちゃんは何がやりたいの？ピアノはやってたので、なんかギターとかできるようになれたらいいなって、確かにかっこいいかも。デバ戦でバンド組めちゃうかも。確かに、確かにみんなでやりましょう楽器。そう。で、Vlog、なんかちょっと全然近場でいいんですけど、ちょっとした日帰り旅とか、まあ1泊2日とかでもいいんですけど、なんかちょっと近めのところになんかまったり、なんか旅してそれの Vlog を撮りたい。いいね。で、あとはみんなでゲームする、これはしたい。なんかみんなでできるこうテレビゲームとかボードゲームとか何でもいいんですけど、あ、いいね。なんか心理戦とかもやりたくて、アモングアス、とか やりたい。あとボードゲームっていうかその機械使わないのと、まあ王道なんですけど人狼ゲームとか、そういうのとかしたいです。確かに今マーダーミステリーとかも入ってるみたいな。知ってる？え、わかんないです。そのなんかストーリーがあって、なんか人狼みたいなのをやる、それぞれなんか役になりきってストーリーを進めていくみたいなのとかも流行ってたりするから、確かにありかも。はい、やりたい。あとみんなで遊園地に行きたい。行きたい。あとはなんか目隠しダンスとか倍速ダンスとか、そういうのとかもなんか面白そうだなって。確かに、やってみたい。目隠して最初から最後までってこと？あ、そう。あー、やばい。なんか立ち位置とかぐちゃぐちゃになったらそれはそれで面白いかな。面白い。確かに確かに。で、あとはなんかドッキリ、おドッキリ企画、かけられる側どっちにしても面白いかなって。ドッキリ、なんか起きてすぐいきなりライブ始まるとか。なるほどね。寝起き、寝起きで起こされて、あのいきなりライブ始まったりするとか。ハードな、すごいハードな。体育会系だね。なるほどね、でも楽しそう。そんな感じです。じゃあ次誰行きましょうか。はい、みゆちゃん行きましょう。行きます。私はあ、ちょっと見づらいんですけど、激措置ですか？え、嘘でしょ。カットで激措置グルメ。いいですよ、幸せになれる。幸せになれるグルメ。すごく幸せになれるグルメを探す。それはいいね。ねー、やーだ。激措置グルメ進めさせて、ごめんなさい、すいません、本当にこれでも大学出てたんです。激辛、私あの辛いものを最近あのハマってるので、激辛グルメに挑戦してみたいなって。いいね。あとこれはもうずっとこの YouTube 始まる前からずっと言ってるんですけど、ASMR めっちゃやりたくて。いいですね。やってる。ボリボリとか食べてる音とかを皆さんに届けたい。めっちゃ好きだから、あと次は名古屋名所巡り。あ、いいですね。なんかあんまりさ、名古屋結構ずっと通ってるけどさ、名古屋の名所とかってあんまりさ巡ったことなくない？そうだね、名古屋城ぐらいだよね、行ったことある。なん
からなんかいろんなところ犬山とかなんか行ってみたい、愛知とかなんかすごいいろんなところ、愛知のいろんなところ行きたいなっていうのと、あと、まあ、これだけじゃないんですよ。あ、まだある、意外とね。いっぱいあります、ね、ちょっと待ってね。ででん、あとはそれこそライブ関連で言うと路上ライブみたいな、すごい、そうやってみたいなっていうのと、あとこれはあの願望なんですけど、フラッシュモブされたい、ね、なんか盛大にハーみたいな、最後私も参加するやつ、ね、やってほしい、みんなに。なるほど、ね、と、あとこれダーツの旅、うん、あ、過去愛知ハテナなんですけど、めっちゃ面白そうですね。そう、なんかまあ、最初は愛知から始まって、はいはい、そういろんなところまで行けたらいいなっていうのと、あと体を動かしたいなっていうので、トランポランド行ってみたい。あ、楽しそうじゃない、トランポリン、そう、トランポリン、トランポリン、あと、そう、ラスト、ラスト、ででん、これが一番やりたいこと、なんか値段はあれだけど、うん、コーデ企画、おー、なんかファッションリーダーだしね。あ、そうそうそう、服好きなので、うん、なんかそのみんなであの自分の服を考えるんじゃなくて、うんうん、あのそれぞれメンバ ー, あー別のメンバーのなんか服をその値段決まった値段でそのコーデしてあげるみたいなのもやりたい、え、なんかチーム分けとかしても楽しい。あ、そうだね、楽しそ う, そうやりたいです。お、いいね。以上、じゃあ私がご提案させていただきます、はい、はい、じゃん、バイバイだ、うん、まずは手羽先歌詞ワードクイズ、なんかクイズ企画みたいなのみんなでやりたいなと思って、うん、なんかさ手羽先の曲いっぱいあるけどさ、はい、歌詞の意味本当に分かって歌ってるのって思う。おー、やばい、やばい、それはやばい。だからそれをちょっとチェックする意味でも、うんうん、なんか手羽先がもっとね、あのやっぱ感情のこもった歌を歌えるようにするためにもやっぱ必要かなと思って、ね、それを問う、確かに楽しそう、お用意してきました。すごい、あとは名古屋名物全部食べる。おー、あー、あ、いいね、名所巡りつつ、そう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 、なんかね、ヤバトンとかさ、うん、なんか食べたりするけど、うん、意外とね、なんか食べてないものいっぱいあるんだよね。そうだね、そう、ひつまぶしも食べたことないし、ない、あと、台湾ラーメンとかも意外と食べれてなくて、あと、あんぶけスパ、うん、食べれなかったから、ちょっとそういうのも全制覇したいなっていう、うん、いいですね、確かに。そう、で、3つ目、ニワトリ捕まえる。待って、ニワトリってさ、結構足速いって言わない、ニワトリ、そう、だから、追っかけて、あの、えいって捕まえたいっていう、ニワトリと追いかけ、追いかけ、追いかけ、行きたい、ハンター、そう、えいってやりたい、あなんていう、そうそうそう、そういいね、うちらならでも、そう、手羽先らしいなと思って、うんうん、で、4つ目、うん、手羽先屋さん一日店長。あ、私いい、あのバイト経験もないので、うんうん、なんかアルバイトみたいな気持ちで、うん、なんか一日お店を切り盛りできたら楽しいかな。めっちゃ楽しそう、それやりたい、手羽先のお店屋さんを開こうやりたいのもいいかな。なんかでもそれこそあの何キッチンカーみたいなのでもいいな。確かに、いい、そういうのもやってみたい。あとはあの一緒になっちゃうんだけど、歌ってみたメンバーでせっかくだからやってみたいな。やりたい、ね、アイドルらしいとこだと、これ確かにまだあります。いい、ね、あら、あ、すごい、すごい、大量、はい、いっぱい、じゃん、うん、オリジナルキャラを作ろう。おー、あー、え、そう、なんか手羽先、例えば手羽先もでもいいのよ、なんかニワトリのキャラクターをちょっとみんなで考えようとか、うん、なんかメンバー個人でもいいから、なんかちょっとその子に合う手羽先ならではのキャラを作れたら可愛いしね、楽しいかなとか、あと今後のグッズとかにもね、なんか使えるんじゃないかな、確かに、確かに、うんうん、そうやってみたいなと、うんうん、そしてあの1個願望、ディズニーに行きたい、行きたい、行きたい、確かに、そう、だから YouTube を回せるかちょっと分かんないけど、まあ、個人的でも行きたい、ね、行きたい気持ち、あと巨大まるまるを作ろう。これ例えばまるまるなんでもよくて、うん、例えば、うん、ハンバーグとか、そうそうそう、なんか大きいの、うんうん、作りたいな。なんだ、ちょっと前にさ、うん、ペッパーランチとかも流行ってる、 ああいうのとかもなんか大量に作って、うんうん、みんなでも食べようみたいなのをやりたい、大きいの作りたいなとか思います。あとは最後、メンバーデート企画。お、え、メンバー同士でデート、そう、
え、あのこれはもう過去胸キュンって書いてるんですけど、え、ちょっとどういうことですか？不穏な空気が例えばね、あのメンバーでチーム分けとかして、うん、それぞれあのメンバーが提案するデートを取ってこようっていう、あー、自分でプロデュースするんだ。なるほど。で、あの対決しようじゃないかな。なるほど、ね、え、それはちょっと胸キュンって書いてあるけど、あのなんかセリフを言わなきゃいけないみたいなのない？あ、そっかではない。デートプランをしっかり聞いて、なんかちょっと彼女感なんか出しながら、あのいい映像を撮ってみんなにお届けしちゃおう。あ、はい、言うか、セリフがないならもう、あ、作ってきてください。あ、あれそうそう、であのどれだけ皆さんを胸キュンさせるかっていう、やっぱりなるほど、やっぱみんなが嬉しいものをね、うん、お届けしたいから、ちょっとまあ胸キュンも入れたりしようかななるほどね、思ってます。以上です。すごーい、すごい、いい感じ。ラスト、ナナちゃん。なんかみんながさ、いっぱい出しすぎてさ、うん、え、私本当に全然書いてない。いいんだよ。はい。しかもみんなはみんなでやりたいことを書いてたのに、私は自分一人がやりたいことをいいんだよ。いいんですよ。私はこれはみんなでやりたいんじゃなくて、あ、みんなでもいいけど、あ、え、私がやりたいことはマザー牧場に行きたい。うん、あ、いいね。牛さんとかのやつ、うん、行きたいのと、乳搾りする？え、したい。おー、いいね。やりたいのと、YouTube の編集がしてみたい。おお、編集、編集の違う？編集できますか？え、これじゃないの？糸編かな？うん、まあ学力テストやった方がいいかも。あー、やばいです。終わり。いい感じ。ねえ、なんかめっちゃ楽しそう。なんか全部やりたい。ねえ、全部やりたい。でも、ゆずかちゃんが言ってたら、あの倍速とか目隠しのやつめっちゃやってみたい。なんか面白そうですね。ね、手羽先の曲なんてね、何十回も踊ってるからね。うん、もう、間違えるわけがないわ。やばい、まだその域ではなかった。確かにそうだ。やばい、まだその域ではない。ちょっと慣れてから。もうちょっと後でお願いします。やろう。やりたいね。やろう。手羽ちゃん。はい、私佐山鈴香が、今後この YouTube チャンネルでやりたいことを発表します。タコパしてないけど、はい、ということで私が今後チャレンジしたいことはこちら、どどん、ゲーム実況と料理でーす。なんか料理はそう、最近めちゃくちゃ自炊頑張ってて、あのね、昔だと本当に包丁持てないぐらいのレベルの人間だったんですけど、最近はちょっと料理とか頑張っちゃったりとか、はい、しちゃって、なんかスーパーに毎日通い詰めみたいなこともやっておりまして、すごくいい主婦を過ごさせてもらっているので、なんかまあ披露したいっていうよりか、みんなで一緒に作りたいなっていう感じですかね。なんかでもそれも普通の料理じゃつまんないから、なんかピザ窯があるスタジオとかでみんなでピザとか作りたいなって思います。もう一個はゲーム実況してみたくて、なんかゲーム実況、ゲーム YouTube めっちゃ見るのが好きで、それこそ寝る前は絶対ゲーム実況を見てから寝るっていうのに決めてて、最近だとやりたいなと思うのはリトルナイトメアとか、あとチラズアートさんっていうあの作ってる人がいるんですけど、あれのホラーゲームがめっちゃ好きで、赤文字のホラーゲームが好きなので、チラーズアートさんのホラーゲームを実況してみたいなって思います。叶えたい。手羽ちゃん、今回ね、たこ焼きも美味しく食べれて、企画もいっぱい出せましたね。そうですね。ということで、このね、企画たちがきっと実現することを皆さん楽しみにしていてくださーい。見てください。ということで、チャンネル登録、高評価、そしてコメントの方、ぜひぜひよろしくお願いします。お願いします。バイバーイ。バイバイ。次回もお楽しみに。高評価、コメント、チャンネル登録、ぜひぜひよろしくお願いします。今日もお疲れ様、頑張ったね。よしよし。